余韻に任せて、結構ケイチくんがエロくなっちゃうんですよ。あ、N6 になっちゃうんですか？エロくな。こんにちは、チルチル。商業 BL レビューサイトチルチル記者の綱吉とほぐしみです。本日紹介する作品はこちら、晴谷うま子先生の推しキャラに似てないけどいいですかです。推しキャラと似てるかどうかが問題なんですね。はい、もうタイトル通り。気になりますで、このね。推しって言葉がね、出てきてる時点で結構オタ活とかね、そういう文化がよく出てきますので、読みながら親近感というか親しみがありすぎてすごく楽しかったです。はい、もう全国のオタクの皆さんにぜひおすすめしたい作品となっいいておでりすまね。す。じゃあ早速やっていきましょういきましか。ょう。はい、こちらの作品のあらすじ紹介させていただきますと、まずこの初映にいらっしゃる黒髪の方が攻めです。攻めの顔してますよ。察し。はい、察し。で、受けの方がこの後ろからね、バックハグしてあげてる方なんですけども、結構読み始めた序盤が攻め受けとかそういうことではなくて、まずは友情から始まりまああ、す。そうなんですね。友情で、タイトルにあるこの推しキャラっていうのが、まさにこの登場人物2人の推しキャラのことなんですけども、いわゆるこう同担っていうんですかね、この同じキャラクターが好きで、でしかもカップリングが、推しカップリングも一緒みたいな。わあ、めちゃめちゃいい同志じゃないですそうなか。んですよ。この男の子2人で推しカップが一緒で、でもその時点で結構もう通ずるものがあるとそいううですか、ね。もう魂がね、合ってるってことなので。一番共鳴したいと で、出会いが、2人の出会い、ネット上なんですけども、そこからこうオフ会っていう形でリアルでも会うようになりまして、でこうネット上の友達からちゃんとリアルな友情へっていうところからこう始まっていくんですけども、そもそもこの、受けの方の髪のこの色が薄い方の、お名前がまず、圭一くんっていうんですけども、でその圭一くんはもともとネット上で、攻めの方の増村さんっていうんですけど、増村さんがネット上で推しカップの小説を書いてる、創作する側の人間なので、この圭一君からしたらすごい憧れの存在というそうですか、すごいね。もう推し作家さんみたいな感じでいつも応援していて、でネット上でこう見ている段階ですでに結構好感を持っていて、でそこからリアルで会ってみたら、そのネット上で思ってたのと同じ印象、なんなら顔も好みだみたいなことになって、なんかもともと好きだった気持ちがどんどんもう重なって、圭一君の結構片思いみたいな感じの描写が最初の方は続いていくんですよ。ネット上の出会いから始まる恋みたいな、なんか恋っていうよりも最初はやっぱ友情とか、一緒にこの同志というそか、うですね。そういう気持ちが結構強いのかなって思ってたんですけど、だから増村さんってこの読者側からしてもあまりに魅力的な人なんですよ。そうですね。なんか目がもう素敵だなと。こうなんか性格面で言うと、人見知りなんですよ、結構。でも優しさがカンストしてるというか、めちゃくちゃ優しくって。で、人見知りなので、仲良くなった人にはとことんこうギュッとくっついていって甘えるみたいなかわところがあいい。るので、なんかそう、結構ウブで可愛い感じがあって、最初に読んでた時、そんなになんか王道攻めではないなって思ったんですけど、いやでもなんか背も高いし、黒髪だし、優しい顔だし、まあまあ攻めだろうなと。黒髪に対しての信頼度が高すぎる。謎の信頼があるんですけども、その増村さんの優しさがよくわかるシーンっていうのがあるんですけども、2人で推し活みたいな感じでコラボカフェに行ってるんですよ。でコラボカフェってこう行ったことある方分かるかなと思うんですけども、コースター、ランダムコースターみたいなもらえるじゃないですか。でそこでこう自分の推しキャラがなんか出た時に、すごいこうちっちゃい声で、カップリングで揃えたいんだよねみたいな、周りに配慮してこう言ったりだとか、あと料理が、コラボカフェのメニューが出てきた時に、ちょっと写真のメニュー表の写真と実物が違ったりしても、この実物の方がなんか原作感あるねみたいな言い方したりとか、なんか本当世界の捉え方がめちゃくちゃ優しいんそうですですよ。ね、すごいなんか心和むお宅さんだ、お宅さんとかじゃない。なんかそういう人いたらすごい友達になりたいなと思うじゃないですか。もうまさにそういう描写がすごいあるのって、もう読みながら増村さんの虜ですよね。いや、そうですね。気づけば落ちてました。でもなんかその無意識な行動になんか優しさとかがにじみ出てる感じがいいですね。やっぱそういう増村さんに対しての、
圭一くんの片思い感というか、うん、もうすごいウブで可愛いしっていう二人の関係がこうずっと続いていくんですけど、そこで問題になるのがこのタイトルですよ、うん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 、推しキャラに似てないけどいいですかってところなんですよ。圭一くんは別に、2人がこう推しているキャラクターとはこう似ても似つかないというか、結構その推しキャラが可憐な可愛い感じなんですよ。あ、なるほど。なので自分はあんなキャラみたいに可愛くないし、はいはいはい、この増村さんの好みのタイプじゃないだろうなみたいな考えに至っちゃうんですよ。まあそう、あ、そうか、そうですね。でもなんかオタクだから、うん、オタクだからというか、その推しキャラと自分の好みのタイプが違うっていう可能性だって全然あるじゃないですか。まあ、そうですね。で、はい、それも分かってはいるんだけども、やっぱり目の前で増村さんが推しキャラに対して、うん、うわー好きっていうのを見てると、あー自分にこの好きは向けられないんだろうなみたいな。まあ確かにそうですね。そういう悩みの方向に行っちゃって、こうどん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 こう落ち込んでいっちゃうっていう、ちょっと かわいそうって思っちゃう描写もあるんですけど、うんうん、このなんかこのタイトルにある推しキャラに似てないっていうその悩みが最終的にどう解消されるのかというか、はいはいはい、そこが一番の見どころかなと思ってます。こちらの一押しシーンなんですけども、はい、こう2人がいろんな推し活をねしていく描写が日々が描かれていくんですけども、その中の一つで2人であのコラボホテルみたいな作品とコラボしたホテルに、はいはいはい、ありますね今ね、はい、泊まりに行くことになるんですよ、うんうん。で増村さんの方は別にもうこう人見知りなんで、数少ないこう一緒に推し活ができる仲間というか友情みたいな感じで圭一くんのことを見てるので、ホテルにお泊まりって言って もうただの友達との楽しいお泊まりじゃないですか。そうですね。ただ圭一くんからすると好きな人とのお泊まり、いや急に組み込まれたわけですよ。一大事ですよね。だから圭一くんはもうそのシラフじゃ無理だと、はいはいはい、結構お酒をね入れちゃうんですよ。あ、はい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 、お酒を入れたらまあ何でもできるだろうと、まあそうですね、気も大きくなりますからね。酔いに任せて、はい、結構圭一くんがエロくなっちゃうんですよ。あ、エロくなっちゃうんですか。エロくなっちゃって、もう表情とか顔もほてったりしちゃって、なんかもう言動もね普段の圭一くんなら言わなそうなことも言っちゃったりして、あ、大胆になっちゃったんですね。このまま増村さんをちょっと誘っちゃうみたいなとこまでいっちゃうんですよ。うわー、その先どうなるかめっちゃ気になるんですね。で、私誘う描写の中で、増村さんがペンネームあの田村さんっていうんですけど、田村先生がこう普段書いている小説の特に R18 作品のことをちょっと話題に出したりして、持ち出しちゃったりして誘うんですよ。なんかそれってすごい、すごいなんか背徳的じゃないですか。そうですね、確かに。なんか相手の創作したもの、しかも R18 作品のことをなんかこう耳元で言うみたいな、うわ、誘い方が結構、はいはいはい、この作品ならではだなって。そうですね、相手がね創作してる相手じゃないと見ないですからね。結構初めて読んだシチュエーションというかだったので、めちゃめちゃ印象に残って、でしかもその後のね、誘った後どうなっちゃうのかってとこもあるんですけど、あの圭一くんの方は実は経験ありなんですよ。あ、はい、普段の圭一くんとは違う、なんだろう、経験値みたいなのがちょっと見え隠れしちゃって、なんかベッドの上での言動すべてが圭一くんの経験値をこう見せつけてしまってるみたいな感じになっちゃって、それを見た増村さんの方がこう自分以外との過去の経験を嗅ぎ取ってしまってみたいな、それで増村さんはどう感じたのかなっていう、やっぱこのホテルでの一件がきっかけに結構物語がね、友情路線がガラッと変わるなって。そうですね、ここが2人の間がだいぶ縮まったりなんだりありそうですね。すごい大事なポイントだと思ったので、もう一押しシーンです。はい、最後にこちらの作品のまとめです。はい、もう推し活文化のいろんな部分が見えてね、読みながらめちゃくちゃ楽しかったですし、もちろん光かなと思ってますし、そうですね、はいはい、で、あの、まあ、ベッドのね、ホテルの話とかもちらっとしましたけど、もちろんエッチもあるので、そこも期待していただいて。あ、よかったです、まあ、そこ重要ですよね、めちゃくちゃ。で、ね、はい、で攻めの方のね、なんかちょっと話してるだけだとヘタレっぽいのかなって思っちゃうかもしれないんですけど、なんかヘタレじゃないんですよ。あ、優しいんですよ。
包み込むような愛が、はい、むしろ受けの方が若干ヘタレではって思う描写とかもあるので、ちょっとそこも期待していただいて、まあ、あとはこの焼き餅がめちゃくちゃある作品だなって思って、まあ、それこそあの攻めの増村さんのことなんですけど、こう友情関係でもやっぱ焼き餅ってあるじゃないですか。 そうですね、そこもあるし、ちょっと恋愛の方でも焼き餅があるしみたいな、どん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 変わってく増村さんの心の心情、ね、心情がもうめちゃくちゃいいので、なんか増村さんの性格的にも懐いた相手にはそういう気持ちがすごいありそうな感じだなと思って、うんうんうん、ですよね、なんか執着攻めの何か素質がありそうです、うんうん秘めてますよね、うんうん、はい、ちょっとそこもね期待しつつ、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います、はい、ということで本日紹介させていただきましたのは、晴谷うま子先生の推しキャラに似てないけどいいですかでした、はい、でこちらの作品をね、紹介している紹介ページ飛んでいただきますと、皆さんのレビューですとかたくさん書かれておりますので、ぜひこう読む前だとか読んだ後にレビュー見ていただいたり書き込んでくださるとすごく嬉しいです。で、他にも概要欄に関連したページ貼っておきますので、ぜひチルチルのページ確認してみてください。それではバイチル。